よく寝た。よし、起きたことやし、朝の体操にでも行くか。体操って、朝一の体操でジジイかって思うけどね。健康的にはジジイか。まあいいでしょう、いいでしょう。ああ、体操だよ。健康的だよ、もう。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、いやあみんな、刹那圭介だよ。今回のマインクラフトは、建築をしていきたいと思います。建築っていうのは、ちゃんとした家ね。こういう拠点で、これまで過ごしてきたけど、とうとう家を作る時が来たよ。よーし。だから、今回は作業着で行くよ。ね、久しぶりに作業着来たよ。建築作業に入る前に、とりあえず最初に見てほしいもんがあるんだ。で、夜になってるね。ちょっと夜になってるね。夜の作業は危険だから寝てよくね。出落ちだね。よし。夜も終わった。朝になったことですし、とりあえず出ましょう。てか、飯食ってよ。飯食ってよ。めっちゃゲージが減ってるよ。よし、オッケー。ゾンビ服食ったけど、こんな変な模様出てきてるよね。こんな感じでね、ちょっとオフの時にね、ここを作業をやってね、こういう感じで整地ですよ。整地したんでね、家が建てられるような状況になっております。なかなかでしょ。なかなかなもんでしょ。まあ、適当に作っていきたいと思いますね。いい感じの家を。というわけで作業をスタートさせちゃうぜ。ああ、今日なんかよう見そうな気がするな。まずなんでこういうところに来ているかというとね、ちょっとこの地下を有効利用してね、この地下にも家建ててからも家の中からこの地下に入ってこれるようにしたいんですよね。なんかそういうのいいでしょ。まずどこにかぎ、はしごをつけたいんやけど、どこにはしごをつけるかっつうが問題点の一つ。はし、きわ、きわにつけようか。どうしようかな。迷うな。迷うな。やけど、やっぱここなんかな。しょうがない、ここで行こうかな。とりあえず、はしごを、12個作ったけど、足りるかな、なんで。ですね。んでもって、ここをつるはしで壊して、地上に出れるようにすればいいのか。よし、それで行こう。暗っ。なんかいろいろ怖いわけと何を怖いしようか自分でわからん状況になってるよ。ちなみに俺は松明あるよな。松明大きな数じゃないと何怖いしてるかわからんな。ピッケルやけん。土とか出てきたら、スコップに切り替えた方が、耐久度的には、効率いいんやけどな。あ、これは絶対はしご12個じゃ足らんかったな。なかなか起きづらい。上下運動しながら置かないかんわけですから。よいしょ。あれ、起きない。
あ、そうか、松明の邪魔なんか。あ、やっぱり松明邪魔になるんだ。オッケー。暗い、暗いぞ、暗いぞ。よし、あ、消えてしまった。とりあえずここを松明置きますね。あ、邪魔になるな、これ絶対邪魔になるな、これ。よし、よし、あ、あ、はしごのところには置けんのか。あ、こんなところ来た。こんなところ来てしまった。あ、こんなところ来るんじゃ。あ、なるほどな。こんな感じで繋ぐんじゃ。なるほどやな。オッケーオッケー。じゃあここ埋めといた方がいいな。よいしょ。よいしょ。じゃあここら辺もちょっと、潰して見やすいように、見やすいようにしといた方がいいんじゃないかななんて思ったり。あ、俺戻っていけんで、戻っていけんで、それじゃ。あ、よいしょ。暗い、暗い、暗いぞ。内側から壊す。これ作らないかんぐらいやな。うん。よいしょ。よいしょ。これでオッケー。お、いいね、いいね。はしご作ってこな。増やしていきたいけど、これで足りるかな。とにかくやっていきますぜ。とりあえず、タイマースポーンで、ここに、ポンポンポン。あれ？ちょっと変なところ立てた気がする。ちょっとやばいぞ。上に、上に、あら、枕で何も見えん。枕で何も見えんぞ。やめてよね。え、やばいぞ、これどうする？あ、これちょっと幅を広げておこうか。作業用のためっていう感じで。うん。後で壊すかどうかはちょっと検討するけど。幅を広げてもいいと思うんやな。あ、これで一応は見えるよな。オッケーオッケー。こういうん、こういうん、こういうん。オッケー、いいよ。いいよ。もっと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 。いいよ。暗いよ。めっちゃ暗いよ。よいしょ。あ、変なところついてる。変なところついてる。あんなところつけてきなかったんや。あ、どうしようどうしよう。壊せるの。あ、よしよしよし。オッケーオッケー。積んでもって、さらに上ですね。なかなか難しいな、この、はしごの登りながらの作業っていうのは。至難の技だよ。プロがやるもんだよ。よいしょ。プロって、マインクラフトのプロってなんだろうね。あ、もっと掘らないかな。よいしょ。よし、よいしょ、いいよいいよ。あ、繋がった、繋がった。やった。いけるぞ。はしごそんなに作らね、よかったな。増設は増設で。よし。よいしょ。おいしょ。明るい明るい。いけるぞ。これはいけるぞ。よっしゃー。繋がったー。ここに出てくるわけじゃん。要するに、ここが家の中に来るように建てていけば OK と。そういうわけですね。いいね、これ。おっしゃー。せっかく幅作ったんやけん、あれやね。この右と左の一列も、はしご作っとくか。登りやすい、登りやすいにする。うん。そう、上下運動がし、あるけん。横からは厳しいな。よいしょ。松明はもう置かんでいいようになったけん。その辺はやりやすくなったんじゃないかな。あ、こっち側。やっちまった。やっちまった。あーっ。あんま問題なかったりするんよな、ほんと。え、ちょっと。撃ってきてる、撃ってきてる。あーっ、あー、怖。とりあえずね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、やったら、こう、3列全部完成ということになります。あとはちょっと、ここら辺の埋めってさ。よし、よいしょ。上下運動しながら埋めるのはちょっと難しいね。よし。よし。よし。オッケー。あとこっち。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいぞ、いいぞ。いいぞ。よいしょ。あとここ。あとここってなんか橋が変なところに橋がついてる。あー、コントロールが難しい。コントロールが難しい。あ、違うか。これ。やばいぞ。こうしとけばいいのか。あかんで。置けんで、ここ。どうしようかな。
よっしゃ。で、ここに入る。よし。で、これで壊したら、オッケー。で、ここにポンポンって置けばいいんだ。よっしゃー。とりあえず、地下への道完成ーす。お、はしご作っただけで、地下へのはしご作っただけでもう夜になってる。早いな。モンスターが近くにいるため、眠ることができませんとか出てきた。嘘。わあ、戦わないかんのかよ。この野郎。あ、建築するときにもまだ戦わないかんのか。戦う建築家になってやるぜ、それなら。どこにおるっていう。え、おる？あ、あいつか。クリーパー。あいつは。鎧とか持ってきてないけど、いけるか、俺。よいしょ。敵が多いぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あっ！コッパ、みじんのすけ。周りのゾンビも潰してくれた。オッケー。何気に気が切れとった、ちょっとだけ。これで敵全部か？いけるんか？声は聞こえてこん。オッケー。じゃあ、ネオネオ。早めに寝とかな。まだ違う敵が出てくる。あれ、なんか、多分収録、いや、編集したら BGM 後付けするけん聞こえにくくなると思うけど、ゲロゲロ言ってる。カエルの声聞こえてくる。あー、まだ近くにおる。え？あ、そっか、こっちにスケルトンおったな。あー、違う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 、防具、防具ついてる、防具ついてる。落とせ、なんか落とせ。金落とせ。お？やったー、金のブーツって、金の耐久力あんまないって聞いたぞ。まあ、とりあえず、いいもんもらったってことにしとこう。なんか他に戻した。骨か。骨はいらんわ。よし。とりあえずもう敵おらんだろ。敵おらんだろ。オッケー。よっしゃー。作業再開じゃ。なんか外でゾンビの声聞こえてる。燃えてる。頑張れ頑張れ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 。とどめの一撃。オッケー。ゾンビーフをもらっておきましょう。さてですね。あと食料も食っとかな。松明置いとけ、もういいや。さてですね。次はそうですね。地面を作りたいと思いますね。ここら辺、ちょっと家建てる範囲の分の床を作りたいと思うんで、ちょっとここの石とか土とかを一段だけ掘りますね。というわけで、ここの、やつも、一段目は、ここのはしごも一段目は潰すことになってしまいます。そこを考えてなかったな。どれぐらいの広さにしようかな。素材足りるかななんて方を考えながら。難しいところやね。どの辺にどうやればいいのかって考えて、こっち側に入り口を建てようと思っとったのに、ここら辺に困難があるんじゃちょっと厳しい状況になってきたな。やっちまった。拠点この辺にあるんやな。そうなんじゃ。どうしよっかなぁ。あ、いいか。ここになんか、こういう感じで、柵作っておけばいいかぐらいの感じで、置いとこうかな。いや、なんか変やな、なんか。どうしよっかなぁ、マジで。向こう側入り口ってもなんか変やなぁ、なんて思って。あ、そうやな。ここら辺を入り口にして、なんかこっち側にこういう入り口がありますよ、的な感じで。こっちのスペースは開くんやけど、ここら辺は農園とかそういう系にしておこうか、ぐらいにしとくか。よし、それで行こう、それで。いや、なんかちゃうな。それだとしたら、こうやってこう来たら、なんか、はしごがこんな位置にある、別にいいか別にいいかどうしようかな。迷うな。やっぱこっちでいいか。はしごこうなったけどね。なんかこうして、こうかいう感じで、あ、こうでもいいかも、別に。よしよし、それで行こう。よし。とりあえずここら辺一段掘って、こっち側に家建てて、こっちをなんとかガーデニングぐらいにしとく。よし、それで行こうかな。
まあこんな感じで掘って、おっと、そちらの部分出てきた。あれ？スコップ？スコップ、オッケー、スコップ。まあこんな感じで掘るんですよ。掘って、ここに木材を敷き詰めて床を作る的な。それで行こう。いいね。向こう側は、なんか、別館みたいな感じで作るもよし、ガーディニングに。なんか、なんつうか、庭として使うもよしで行こう。よし、行けいいね、ちょっと、想像膨らむね。おうおう。こういうんいいね、こういうん。よし、いいね、いいね。とりあえずさっき掘る方を先にして、敷き詰めるのを後に回そう。そこそこ大きいに作りたいんよね。木材も多くいるだろうけど、まあ頑張ってみよう。そこは成長の時に木いくつか切ったし、木材はある程度はあるんよね。どれくらい使うかは正直わからん、わからんけど。ここまで掘っての、あとこっち側につなげていくと。おぉ。いいやん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 。あれ、なんかちょっと、なんか長いな。でも、なんかちょっと、もうちょい違うようにした方がよかったかな。なんかちょっと、こういう方向に長い気がする。別にいいんやけど、もうちょい広げるか、横に。ここを潰してさ。おう。どれくらい広げよう。ちょっと一つ掘りすぎ。あ、お前じゃない。こいつじゃないぞ。土だよ。ここは土の部分なんだよ。ゾンビーフどけとこうか。よいしょ。でもってよ。どこまで広げるかなーなんて。バランス、バランス。バランスもクソもないよ、今の状況で。とりあえずここを掘ってせ。ここを掘ってせって何あっ、ああ、こんなところあったんすか、こんなところあったんすか、やっちまった。はぁはぁはぁ。こんなところあったん。うそー、やめて、そういうちょっとやめてーな。あー、こわ。埋めろ、埋めろ。ここだけは先に埋めておくべきや。うわ、床に抜けてるよ。怖えよ、木材1個分で俺の体重、マインクラフターの体重、支えないかんのか。えぐ、欠陥住宅みたいになってる。2段やっとこう、なんか怖い。ほらんけど怖いよ、これ。あ、これ怖っ。怖え。ちょっと待って、これ、1マス分しかなかったん？怖いってこれ。ちょっとやばいもん見てしまった感があるよ。なんか正義のヒーローが誰も見てないところでカツアゲしようようなもんだった。そういうのを見てしまったようなもんか。たとえ下手くそやけどさ。あ、掘りすぎた。5メートルかな。怖いな。なんとかしとこうかな。薪が向いたら。よいしょ、よいしょ。オッケーオッケー。これこれ。こういう感じ、こういう感じ。あとは、こわーあーあーイエース。関係ないところ、掘ってる。ああ。斧がないけん、木材切るんは遅いね。まあ、しょうがないでしょう。この拠点戻ったら、斧を用意してこようじゃない。まあ、とりあえず、置きましょう。置きましょう。よし、よし、よし。うわ、拠点に雲湧いてる。いつの間に、くそ、やりやがって。雲湧いてる。湧き潰しとかしなあかんの。湧き潰ししなあかんの。しょうがないの。
巻き潰してやるか。はい。あ、でもここら辺明るさ欲しいなって思えばそうなの。そうやけど置けないじゃないか。しゃあない、ここはしょうがないことにしとこう。湧くようならちょっと考えてみる必要がある。あー、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。これは夜を終わらせる必要があるか。あー、ちょっと、ここじゃない、ここじゃない、降りるところここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。飛び降りなきゃいけない、 HP 少ない。そう、ダイブイントゥースリープ。よし、耐えた耐えた耐えたけどやばいぞ。寝ようぜ。あ、クリーパー来てる。何を俺の家に来てんだよ。はいよれクリーパーさん、やめろ。はいよって来てるんじゃない。ここら辺は特に潰されたらあかんところなんや。やめろ。オッケーオッケー。燃えてるゾンビが燃えながら更新してる。ちょっとレアなところ見てる。こっち来てる。置き潰ししとく必要があるかもしれん。あ、俺のところ来る前に燃え尽きて死んでやんの。ビーフだけ落としてる。ふん。ざまやね。あっ、あー、やっちまった。えらい、やっちまった。ちょっと待って、つけさん待って。武器拾ってないんです。武器拾ってない相手にちょっと一方的にやるのは良くないと思うんですけどね。待って、待って。武器、装備、武器装備、武器装備。危ないやろ、危ないやろ。ああ。やっちまった。まだ近くやけん、リスポーン地点の近くやけんよかった。うー、怖え。結果を敷き詰め終わりましたね。おー、なかなか時間かかりますね、これだけでも。床だけでもこんだけかかるけんね。まあ、こんだけって言っても、結構カットしたと思うよね、編集上は。てか、俺、よう考えたら一人暮らしなのに、こんなに大きい、いらなくねって思っとったんですよ。いくつか部屋作れるのに、まあ、内装の方はあんま気にせんでいいよな、今は。というわけで、ちょっと、今から壁に入りまーす。木材が少なくなっていった。どっからか木材回収のしてこな、まずいな。木材もうチェストの中なかったような気がする。あったかな、木材の中に。木材の中にじゃない、チェストの中に。入れていきまーす。